じゃあ今日は大人です。大人っぽめを目指しました。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。福太郎さんお疲れ。パイナミさん、クックさん、グーさん、かまちゃんさん、としきさん、 BKB さん、村上さん、ジュー、オリクオクさん、カプセル、のすけさん、タコ、BKB さん、ハート、ミロさん、ジュー、ありがとうございます。そうです、今日は大人空派です。こんばんは。おいさん、ジュー、ありがとう。としやさんもバラ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。皆さんお仕事お疲れ様です。こんばんは。大人っぽめ、今日めっちゃ大人の魅力にあふれてる感じする。確かに前髪巻いてるし、しかもちょっともう取れてきてるけど、ウェーブ巻きしてたし、あの黒にシルバーのネックレスやから大人っぽく見えるかもしれない。今日はたくさんされたじゃないけどね、画像を作ってくれてありがとう。いつも見てますよ、たくさん。こんばんは。今日も可愛さ絶好調。やった。絶好調ですか。絶好調ならば嬉しい。アザージャケットさ、え、そう、みんなアザージャケットとかね届いたよって方、チェキもそうだしアザージャケットもそうなんですけど、届いた方はハッシュタグそら通信で教えてください。あのチェキとか以外にも写真自引きしたよとか、あのタワレコのカードゲット、ポストカードとかゲットしたよって方、そら通信で待ってます、報告。こんばんは。そう、20歳大人そら派でございます。こんばんは。しあんこさん、じゅーありがとう。そらねえそらねえ。ひろさん、飛行機。 BKB さん、じゅーありがとう。なになに、 DMM でリバイバル、魚里場初日公演で幼いそら派発見。あー、ゆみりんさんのあれですね、リクエストみたいなやつよね。みおそらも、たかさん、りえちゃん、じゅーありがとう。こんばんは。ひろさん、飛行機ありがとう。二人ともニートって言ったことはこの間の目標、いや今日はドリミネーション行こうねって言ってたんですけど、お買い物しすぎてお互い写真撮るとき大変だねって、荷物ありすぎてブサイクになっちゃうからまた後日にしようってなって、ドリミネーションは行かなかったです。帝国さん、カプセルありがとう。帝国さん、エランツさん、カプセル、ヤスベイさん、ジュー、アスパラさん、ヒロさんも、ジューのアラブさん、10周年クマ、アスパラさん、ジュー、帝国さん、ハートありがとう。真空系さんも、ジューありがとう。ありがとう。こんばんは。シンさん、ジューありがとう。確かに初めてのアザージャケットどうでしたか。みんな初め、あのソラハの、ソラハの写真だけの CD が届いたと思うんですけど、大人っぽいのもめちゃ似合って、え、ね、黒のニットとかちょっと挑戦してみようかな。寒い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 、ちょっと寒いやないの。毛布毛布。今日はミニスカです。今日も京都でミニスカ、は、今日、今年ってか今回初めましてミニスカです。なんかここに切れ目のあるミニスカをゲットいたしまして、先日はい買い来ました。こんばんは。昨日ゴードライブで買った CD 開封し、お、開封して、そうだよね、抽選とかのやつで開封のやつがあったよね。みんな開封してしてして、シュウさん、ハートありがとう。こんばんは。ヨイさん、レインボースターありがとう。そう、ハッシュタグシナのソラハとかソラ通信はね、あの見てます。めちゃ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 見てるので、いっぱい
ポストしてください。テロップなんて入れよっかな。テロップ覗きに来てって覗いてみてね。黒、今日は黒コーデなので黒のハートにしよう。こんばんは、ヒロさん、ハート、リコークさん、カプセル、バンジャラモンスターさん、じゅありがとう。お、アザイダケット、お、危うく不在表、うわー、よかったよかった、無事受け取れてよかった。日清さん、ウエチンさん、ジュありがとう。真空圏さん、だるま、オリコークさん、飛行機、ヒロさん、ハットありがとう。こんばんは。谷くんさん、ハート、バンジェラモンスターさん、カプセルありがとう。え、昨日今日で島根から東京までドライブしたけど、すごい、めっちゃこ、何距離、交通距離、何走行距離、すごない、アザージャケット、え、ね、届くのね。だって私さ、18日だったよ、今日21でしょ、すごくない、早っ。不在表で話して23日行けたら、お、じゃああれですね、お話し会で見せてください。そう、23日はお話し会があるので。こんばんは。え、何、初めて読んだ気分、え、嬉しかったです。やっぱでも初選抜のこと書いてくださってる方が多くて、そう、アザージャケットのメッセージめっちゃ嬉しかったので持って帰ってきました。紙持って帰るメンバーなんか初めてですって言われたリミスタの方から。配達予定、え、木曜日、じゃあみんな、え、でも木曜日の方多いね。じゃあ、あのお話し会見せてください。お話し会で、ヒロさん、ハートありがとう。ミニスカの形、そう、台形、今までなんだっけ、ブリーツスカート、なんか線が入ってるスカートだったんですけど、台形のスカート買ってみました。ニットインしたらめっちゃジャストになりました。もともとブカブカだったんだけど、ニットインでいい感じ。スーさん、だるまありがとう。お、ソラハの生写真2枚ゲットした。大切に保管してください。タカさん、ハートモビさん、じゃあありがとう。そうだよ、26日今週の日曜日はね、尼崎でリリーベです。こんばんは。チップさん、カプセル、ハートありがとう。今日はそう、ベージュ白黒コーデです。白ではないけど、ベージュとアイボリーか、アイボリーと黒コーデ。お、明日在宅して確実なアジャジャケットをゲットしてください。タカさん、ハートありがとう。3日間で、そう、いっぱい返信見ました、ありがとうございます。たくさんたくさん返信してくれて、しっかりもう見ましたよ、ありがとう。昨日コンサートお疲れ様でした、ありがとうございました。そう、昨日の合同ライブは本当に楽しくって、もうほんまに幸せすぎて、幸せでした、ありがとうございました。深夜さん、お父さん、ハート、スーさん、ハートありがとう。今日のソラハちゃん、大人すぎて困ってる、本当魅力的ってことかしら魅力的ってことかしら。でも今日のね、何やったっけな、なんかのメールのね、自撮りちょっと大人っぽかったでしょ。あ、夜配信っていうタイトルの自撮り、自分的、え、なんかええやんと思って、あの、送りましたなんかええやん。こんばんは。みおちゃんと仲良くしてくれてありがとう。だって、えん、こちらこそです。みおたん、みおたんえ、マジでもうね、会いたいの、みおたん、みおたん優しかった、マジで可愛かった。え、さすがに濃いかなと思った。みおたんと交換したの、チロルチョコ、そのレッドゲームさんからね、あの記念品として、そのチロルチョコのパッケージが七並べと大富豪と自分のアイコン用のやつがね、いただいたんですよ。で、それをいただいた後に、全部本当は昨日も見せたんですけど、改めて詳しく言うと、
本当は全部私だったんですよ、ここで七並べ大富豪自分のアイコンだったんですけど、全部挨拶関係者様の挨拶とかが終わった後にみおたんが来てくれて、なんかチョンってチョンって来てくれて写真かなと思ったら、その自分のをね、みおのどうぞって言ってくれました。ちょっとピントが合わん、もう悔しい。みおたんのもらいました。なので交換しました。そらはのプレゼントしました。お、チェキブーの生写真でそらは電化あったから、ジャージャケット分で当てたい。当たりますように、そらはのが当たりますように、当ててほしい。ララバイさん、じゃあありがとう。昨日のコンサートの感想はもう最高でした。もうとにかく最高で、もうなんか信じられんぐらい幸せでした。アイドルやっててよかった。つれきちさん、じゅう、しがきさん、カプセルはじめだやさん、じゅうありがとう。ベニちゃんさん、だるまありがとう。新幹線で泣く人にだけなりたくなかったから危なかった。いや本当にどこで涙腺がってなった。私今日はね、始発の次の次の次とかその辺で帰ってきました。そう、早く広島帰りたいねって、そのなんかめっちゃね、11時とかお昼前とかにその横浜を出て、広島に着くのがもう夕方前で、え、着いたら何もできないじゃんってなって、ちょっと早く帰ろうって舞ちゃんとどうしちゃってマネージャーさんに聞いたら、あ、全然いいよって言ってくださったので、その舞ちゃんとピューンめっちゃ早くに帰ってきました。何も開いてなかった。新横浜駅の近くのマクドも開いてなかった見たかったツーショット朝一から見えたので、仕事せず太陽がなだって上がったから自然までの会社の窓から見てました。どういうことどういうこと。仕事はちゃんとしててね。どうでした、見よった。いつも無理行くときありがとう。天使のしっぽ、こんばんは。みおちゃんは無意識の人たらしよ、だって。え、マジでもうピョン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 して可愛かったです。超可愛かった本当に。もうあの終わった後、今日とかも LINE してたんですけど、もう本当に会いたくて、会いたい。もう一個の県にまとも、もうギューンって名古屋と広島が近くなればいいのに。でもなんか STU と SKE さんとか、なんか他のグループさんとなんか STU チャンネルとかでね、なんかコラボすることとかはあったけど、ああいうのはなかったからすごいリアでした。よいさん、じゅうありがとう。そう、今日はねめちゃくちゃツーショットもね載せたので、またなんだっけ、ソロとか載せますね。全然ソロ載せれてないので。こんばんは。じゃあ秋山さん、じゅうありがとう。昨日のライブの最初の予定会場は部屋から徒歩10分圏内だった。え、すごっ、めっちゃすごいやん。秒で着いちゃう、秒で帰れて、一人か分からんけど余韻に浸れて、あー可愛かった、推しメンが可愛かったってなる。ガスエタルマイケルご機嫌斜め。いやそんなこともない、そんなこともない。今日はもうね、もうちょっとでも早く帰ろう。めっちゃね、もう楽しかったです。昨日も今日も、昨日はもう本当に幸せでした。そう、今日はツーショットを朝昼晩とポストしましたよ。うるっとい、あのね、朝みおたん、お昼さやちゃんで、夜がみはる。ちょっとね、
全部シャッター前なんですけど、このシャッターのところが一番写真が漏れてたので全部シャッター前なんですけど、もうほぼ一緒やんみたいな。ぜひいっぱいいっぱいってか、いいねとかリポストとかお願いします。こんばんは。でも本当に楽しかった。1月27日放送されるから早くソラハもどんな感じなんか見たい。うん、超幸せ。自分のじゃないやつが2個入ってるけど、じゃん。さあやちゃんと見よった、さあやちゃん見よった。そう、まだね写真送れてないやつがねいっぱいあるから、いっぱい送るね。今日はね、あのメールにはよこにゃんさんとあみさんのツーショットを載せました。みゆさんだるまありがとうございます。こんばんは。天使の尻尾の衣装がとにかく可愛くて似合ってた。嬉しい。でもね、ヒッティングした時に二の腕って思って、めっちゃ二の腕って思ってめっちゃ緊張した。あと本当にね、メールにも書いたんですけど、こう可愛い曲を担当する人間ではないので、こういう機会でしかないので、私アンケートに書きました。なんか天使の尻尾ではなかったんですけど、何だっけな、え、なんて提出したんだったっけな、ちょっと待ってね。私アンケート、かわいい、なんて送ったっけね、ちょっと待ってよ。待って、いつ送ったんだ。あ、これだ。あ、違うわ。あ、これだ。あ、私キャンディーって書いてたわキャンディーって書いてました。まいちゃんと一緒にこれ考えてたっていうか、まいちゃんと一緒にいるときに一緒に 何がいいかなって考えながら、なんか衣装とか調べたり曲のやつ調べたりとかしながらやってたんですけど、キャンディーって書いて、ユニット曲かな。可愛いのが着たいですって可愛いのが着たいです。でも大人、20歳になって大人になったので挑戦してみたいですって書きました。で、やりたい曲で無意識の色を書きました。そう、可愛い系に挑戦してみたくっていつも元気とか結構そういう系が多かったので、もうチャーミングトリップになりたい。チャートリの奇病中も大好きなぐらい本当に可愛いのが、こう見えて意外とちょっと踊りたいのでなんと可愛い衣装でもやりました。歌いたい。そう、全部が通ったわけではないんですよ。メンバーそれぞれだったんですけど、しっぽめっちゃ楽しかった。現地に来れなかった方は来年の放送絶対見てほしいからね。ねえ、マジで見てほしい。え、その1ヶ月でも、1ヶ月だけでも、そのなんだろう、有料のやつなんですよ確か。 CS さんのね、TBS のチャンネル、確かちょっとお金がねかかるやつなんですけど、お金払ってでもほんまに見てほしい。マジでほんまに見てほしい。衣装も可愛いし、こう SK さんと STU の絡みもいいですし、もう何よりももうレアです。全てにおいてレア。こんばんは。みちさんに褒めてもらった、尻尾の使い方がうまかったって。一人だけめっちゃこう尻尾がピョンピョンピョンってなってたって褒めていただきました。モニターで見てくださってたんだって。トランプ対決の間も、そう、トランプ対決、そう、なんかね
あの企画の時にみんなユニット衣装で尻尾生やしてました。賛成かわいい、賛成降り注ぐこの道、誰よりも君を好きなんだ。楽しかった。無意識の色、マジでやりたかった、悔しかった。僕たちの無意識は一体何色。しかも5番手ぐらいでやらさせていただきました。嬉しい、みよたんと一緒だった歌あり嬉しい。キャンディー見てたら現場で気を失ってたかもだからいいよかったよかった。キャンディー一つ口に入れて、かわいい&なんかちょっとセクシーって感じ。サイダーさん、ジュンありがとう。ミュウさん、ハットありがとう。今日は大人。そう、黒なんか本当に冬服なくて、今日も探しに行ったんですけど、これっていうのが見つからなくってやばいです。来週から恋ラジが始まるからね、トップスいっぱい買わないといけないのに。そう、 ST の公式のツイッターに載るのでね、 X にトップスを欲しかったんですけど出会えなかった。そう、一夜限り。こんばんは。そう、カメラめっちゃありましたよ。カメラなんかね、バッチバチにあのもういろんなカメラで撮ったので、それをもうギュッてまとめて作りますって言ってくださってました。 TT さん、ハートありがとう。もう楽しみ、もうマジで楽しみ。あのどんなセットリストか気になる方は、あかりんさんがね確かポストしてた気がする。ポスト、マジで本当に幸せすぎた。マジで、あとね、赤と緑の本当にペンライトが多くて、あ、何これかわいい。すごい、の神様さんありがとう。すみっこ暮らしたくさんいっぱい仲間だぜ、すみっこ暮らし仲間だぜありがとうございます。そう、今日はあと、今日は先日ね、パセとユニバ行ったんですけど、でユニバ行ったら毎回ねかぶり物を買うんですけど、かぶり物を買った時にユニバの帰りとかはそのプニクラを撮らないっていうか、人が多すぎて撮れないので、広島に帰ってきてから撮りに行こうって毎回言って、過去に2回ぐらい撮ってるんですけど、今回もこの前回行った時にこのね、このスヌーピーのデカデカベレー帽をかぶりましたので、新しいカチューシャじゃないベレー帽だったので、プリクラを撮ってきました。サンデーマンデーチューステイ、見てかわいい、チューステイ。ちょっと私のニットがなんか若干出ているのがちょっと生きにくはなさすぎるんですけど、プリクラ撮ってきました。イエーイ、もっと高画質で。ちょっと違うやつだけど、じゃーん。ちょっとリングライトがすごすぎるけど。イキャスさん、かわいい、たくさんありがとうございます。タカさん、ハート。真空券さん、飛行機ありがとう。お疲れ様です。そう、お揃いです。スヌーピーかわいいよね、これマジで飛んでいけそう。ユニバ、そう、これをずっと早くあのプリクラ撮ろうって言ってたんですけど、撮れてなかったので今日行きました。巣ごもりの神様さん、飛行機ありがとう。空パセキヤー。え、あ、
そう、皆さん、あと皆さん、皆さん、ボムさんのチェキ大丈夫でしょうか。アンケートとかもうしっかりしてくださいましたでしょうか。まだの方はお早めによろしくお願いします。あのですね、今回ね、私予備でもね、撮影予備でも撮っていたので、予備で1枚ずつね、なので自分のソロのやつとかをさ、いただいたんですけど、そうだよ、アンケート忘れてた。マジで大事だからね。いつまでだっけ。12月8日です。1ヶ月後、発売日の1ヶ月後だった気がする。カット満足して、ダメー、ダメだよ。自己紹介メールで書こう。もうみんなあと5日、あと3日だよって自己紹介メールに書くし、ちょっと書こう。そう、チェキ応募もしてね、リコチとのツーショットのやつとソラのソロのやつがあるんですけど、私がねもらったのはこっちの私服の方。これはね、これは違う、これはプレゼント応募じゃないんですけど、こういう感じのチェキが、私服風の方と、ちょっとグラビアチックな方の2種類あって、でソロが、ソロも2種類あって、この私服風の方とちょっとグラビアっぽい、こうちょっと肌が見えてる系の、だから合計4種類あります。ソラは私服、リコチとのツーショットの私服、肌結構見えてるやつでソロの私服、肌見えてるやつ、なので合計ソラのは4種類あるので、ぜひ一番後ろのページにアンケートがあって、そちらの裏に、シナノソラハ気になる、見たいアイドルとか、なんかところにシナノソラハ感想、シナノソラハがなんちゃらこんちゃらこんちゃらこんちゃらって書いて、そう切って買わないといけないんですけど、そうチェキが当たるかもしれないですし、チェキまたはクリスマスカード、クリスマスカード書かせていただいたんですけど、どんなクリスマスコートか気になる方はね、裏、後ろの方に書いてたので、こんな感じだよっていうのがあったので、ぜひ見てください。12月8日までかな、よろしくお願いします。チェキ応募、シナノソラハのソロも見たいですとか、トラさんで見たいですとか、ソラパセで見たいですとか、アンケートってマジで大事なので、よろしくお願いします。忘れないでよみんな。そして本日購入した紹介、もう今日はダイソーに行って購入してきたんですけど、私がいつも使う眉毛のペンシル、ストックがないと怖くて、怖いので買ってきまして、あとじゃーん、マグネットタイプの傘立てを買いました。え、なんか私これめっちゃ憧れだったんですよ。いや、なんでって感じなんですけど、私傘を持ってるんですけど、折りたたみしか使わない税すぎて、でかい傘を持ってなかったんですよ、前までは。でも急にめっちゃ前にゲリラでブワーって雨降ってきた時に、コンビニででかい、もう透明のビニール傘を買ったんですよ。で買ってから、買ったのはいいんですけど、こういい感じのしまうところがなくって、ちょっとずっと迷ってたのでやっと買えました。ずっとねダイソー行ってもね忘れちゃうからね、あれ後でつけます、玄関のドアに。今日の夢バチ悲しかったから後で話していい？お、いいよいいよ、待ってます、返信。アンケートに篠野空葉と岡田澄のやばいやつ、ちょっと片方だけ、いやーん、あずみんにはじゃあコスプレしてもらおうそう傘、そう私でも
あの折りたたみとかは使った後その玄関の前でね、あのちょっと広げて夜遅くにで乾かして次の日朝受け取ってっていうか取ってしまうっていうのをしてたからよかったんだけど、でかいのって本当に無理なので、ちょっとこれからはこれで、これちょっと憧れだった、これにこうやってドアカチャンってドアにつけて使っていきたいと思います。傘立てみたいなの買いました。傘立て、こんばんは。そしてじゃーん、大好きコロコロの替えです、粘着クリーナー。私は本当に毎日コロコロをしないといけなくて、なんか綺麗に1枚切るやつがあるんですけど、それを1日3枚ぐらい使っちゃうので、朝起きてコロ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 ってしてベッドをね、でバイバイするでしょ、もうそこでホコリとか、ホコリっていうか汚くなっちゃうから、で普通に髪の毛とか終わった後にあの掃除機するんだけど、あの掃除機は1日1回でもうそれ以降はかけないようにしてるので床とか傷ついちゃいそうだから、で他は結構なんか落ちてるな、髪落ちたなと思ったらコロコロするので、コロコロはもうなくてはならない存在なので、コロコロを買って、あとセーター用の洗濯ネットを買いました。もうこれからの季節はもうセーターもバリバリキルキルマンなので、セーターをちょっとでも傷まないように買いました。セーター用っていうのがありました。あの網目がちっちゃいのかな、セーター用を買いました。そうコロコロの替えマジで大事です。こんばんは、タカさんハート、 BKB さん10ありがとう。静電気が起きにくいのかな、どうなんだろう、痛みにくいのかな、わかんないけど楽しみ楽しみ。そしてじゃーん、これは重曹、なんか重曹とクエン酸を買おうと思ったんだけど、なんか重くなりそうだから1個今日は重曹だけにしたんですけど、冷蔵庫電子レンジのとか食器棚壁紙窓ガラスなどお掃除にいいらしくって、めっちゃいいらしい。だからちょっと100均のでいいのか分かんないんだけど、もうちょっとずつ休みの日とかに大掃除っていう大掃除、私日々ちょっとずつしていたら年末大掃除はしなくていいと思ってるので、こう日々の掃除グッズとして買いました。もうちょっとずつ始めていきます。洗濯機の裏とか、そう冷蔵庫の裏とか、この前ね加湿器のフィルター掃除して、エアコンのフィルターも掃除して、他にもね、お風呂場とかお手洗いの換気扇のとことかいっぱい掃除していかないとなんですけど、なんか分からんけど重曹がいいよってこの前流れてきたので買いました。重曹、あ、粉末、そう粉末もあったんだけど、なんか使い方失敗しそうすぎてスプレータイプにしちゃった。買ってくるものが主婦、もうそうなんよ、ほぼ主婦です。あとはいつも髪の毛とかで使うヘアゴムとピンを買いました。もうなかったので、なくて困ってたのでヘアアレンジとかができないなと思ったので買いました。きっとまずい重曹ちゃん買ったよ。こんばんは。そう掃除グッズ、みんなもねちょっとずつ掃除しないとだよ、みんな年末ゆっくりできないよ年末ゆっくりできないよ。みえさん10ありがとう。そう主婦や主婦。あと私100均大好きマンなんですけど、この前から気になってたこの2段の
引き出しを透明の買いました。これはまあアクセサリー引き出し収納ケースって書いてるけど、私はコンタクトとかをちょっと入れたくって、あと机の上が本当にもういろんなもので溢れてるんですよ。だからちょっと綺麗にしたいと思って、綺麗にしたすぎて買いました。あ、なんか落ちた。何？あの本当はあるんですよ、こんな感じで。これあるんですけど、これコンタクトの文字で全然あんまり入らなくって、もうちょっといっぱい入れたいのでコンタクト買いたい。コンタクト入れ、1段はコンタクト入れよう、もう1段はなんか小物入れようとして買いました。ジュンジュジュジュン、歌丸クリーナー、え、なんか歌丸をこうなんか削って薄っぺらくして使うのがいいみたいな、なんかバズってました TikTok で。歌丸、そう買おうと思ってたんだよね、忘れてた。立派な主婦にな、主婦になる、ほんまに。あとは料理だけかな。あ、みんなそうだよ、スペイベの申し込みも、まあまあ、あのまだ先だけど、大阪の個別撮影会は12月25までなので。え、どうしよう、全然個別撮影会人いなかったら、10人だっけまでなのにめっちゃ少なかったらどうしよう。ないちゃん、お掃除配信、コンタクト、こんばんは。やばい、お腹空いてきた。今日はお昼に定食食べて、さっきカフェでガトーショコラ食べて帰ってきたからお腹が空いてます。腹ペコは美味しい。じゃん、一段コンタクト、もう一段何入れよっかな。もう一段、なんでそんなにいい女なん？え、ほんまですか？絶対に嘘。でもいい女になりたい。なんでかっていうと、もう二十歳やもん。一生言っとる？もう二十歳やもん。大人になりたい年頃ないよ。許して。大人になりたい。あん！何？大人になりたい。沢田さん可愛い、ありがとう。大人になりたい年頃なんです。サロンパス貼って寝て気持ちいい、サロンパス、サロンパスちゃん。わあ、私の本当に今の机も見てほしいぐらいやばいです。今何で溢れてるかっていうと、チェキ、リップ、あとこれ、ねえやばい、見て、カープのやつちょっとほこりかぶっちゃってる。ふきふきしとこ、永遠の二十歳。いや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 、それはそれはそれは、またね、落ち着いたら野球の観戦も友達と行きたいな。野球のルールも忘れちゃった、最悪。絶対に最悪。スラハグッズで溢れてる、めっちゃええことやないかい。ええことやないかい。ちょっと待ってね、メンバーとのプリクラとかは、こんばんは。3月なの野球のシーズン、マジでわからない人間すぎて。なるほど、3月なのですね。あとバスケとか、なんかマイカーのメンバーでさ観戦に行きたい。絶対楽しいやん、絶対楽しい。もうキャーとかって言ってさ、もうソラハ一人だけでもキャー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 言うとない、もうみんなで行ったらやばそう。うなちゃんとか教えてくれそう、ココアさんとか、ココアさん、うなちゃんがめっちゃ教えてくれそう。
2月からキャンプ、キャンプはねちょっと分かんないんですよね。そらキャンプはあまり分かってないんですけど、横でルール説明する。もうねバレーとかなんかいっぱい野球の観戦っていうのをしてみたい。この前そのお仕事でバスケねちょっと最後まで見させていただいたんですけど、めっちゃ楽しかったもん。全然分かってないんだけどね、なんで2点入るのかとか、もうなんでそこは3点なのとか。でもその日担当してくださってた帯同の方が、マネージャーさんが元そのバスケ部活やってた方だったので、その方にちょっと教えていただきながらしてたけど、でも分からんからちょっとね、もっともっと、もうこれはこうでこれはこうでこれはこうでって言えるぐらいに人になりたいよね。まあそれになるまではめっちゃ時間かかると思うけど。今日のソラパセ1、2、意外とソラパセで撮ってる。プリクラ2022、2023、私こういうのね取った順に並べないと気が済まない人なので、5月、半年ぶりぐらいにプリクラ撮った。セットかわいいね。この前ねとある取材と撮影をして、それのね景品のっていうか景品、それもその応募系でねチェキをゲットできるやつがあるので、ちょっといつ情報解禁されるかわかんないんですけど、お楽しみに。結構撮ったよ、結構撮りました。それはその時のチェキを結構撮ったんですけど、お楽しみに。この前ねメールに取材とかしてきましたって送ったんですけど、チェキ、自分のチェキはめっちゃある。こんばんは。もうね全然綺麗にならない。ネイルね、尾崎セリカちゃん一生持って帰ってくれませんこれちょっとお先のセリカちゃん持って帰ってもらっていいですか。お先のセリカちゃん一生私のお家に置いとくつもりですか。もう私の所有物として飾っときますけど大丈夫ですか。怒らないでくださいね。もう私のネイル映えコーナーに置きましたので、もう言わないでくださいね。あつのりんさんありがとう。飛行機何、とりあえず本当に最近マジで全然もう掃除っていうものができてなかったので、ね、今日聞いてください。今日配信でウィスキーさんの歌を歌いたいと思ってたんですけど、いつの間にか購入品からのちょっと掃除配信になってしまって申し訳ない。篠野そらはちゃんもお掃除が好きです。定期的に綺麗にしないとこう気が済まないです。あ、そしてよく変顔をします。変顔をしますというかしてしまいます。気づいたら変顔してます。変顔をしてしまうのどうにかしたいです。好感度ありますか。絶対ないよね好感度なんて。変顔して好感度上がったらもうびっくりよ。毎日変顔して何話したほんまに。潔癖症ではないです。全然潔癖症ではない。多分全然汚いところは汚いんですけど、こう自分が日頃使うところとかがちょっとなんか綺麗じゃないと悲しくなっちゃう。例えばこの机とかキッチンとか普段から使うところがダメです。綺麗じゃないとそわそわしちゃいます。
変顔のせるね。ダメだよ。そう、みんな半目とかね載せちゃダメだからね。ショールームのスクショとかもだけど、あの半目とか載せないでね。さすがに半目さすがに、いやいいんだけどね、いいんだけどね。絶対に可愛くないやんっていうやつは載せないで。可愛いないやろそれ。でもみんなはさ、みんなからしたらね、何でも本当に可愛いって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、いや、はたから見たらめちゃブサイクやてっていうやつはね、ちょっとおもろいから載せたいかもしれないんだけど、あの抑えてやってください。シナのソラハちゃんのため。不思議なことにどこも切り取っても可愛いんです。いや、そうやって言う方いるじゃないですか。いや、そう、本当にそう思ってるかもしれないんですけど、 それがソラハ推しじゃない人から見てみて可愛いのか可愛くないのかなんですよね。ソラハ推しの人じゃない人が見ても可愛いのであれば、もうそれは目ちゃんと開いてるとかだと思うんですけど、目開いてないかもしれない。だからダメ、まにくんなむくんなダメよ。真空拳さん、だるま巣ごもりの神様さん、10周年くまありがとう。半目が一番怖い。いや、なわけ。半目が一番可愛いわけがなかろう。目が開いてるやつが一番可愛いに決まってる。ごめぼよ、ごめぼよね、ダメだよ。素直ソハちゃん半目ダメで、ダメです。そうだよ、一応アイドルだから。一応って何、めっちゃアイドル、一応アイドルさせてもらってます。あのアイドルなのでね、みんな芸人かも、芸人と思ってる人もおるかもしれんけど、アイドルやからよろしく、そこだけは忘れないでほしい。一応職業アイドル、職業っていうかアイドルなので、そこだけは間違えないようよろしくお願いします。そう、芸人アイドル、いやちゃうんよ。いや思うやん、そうやって違うんよ、ごめんね。逆にそしてこの前発覚したんですけど、ファンの方からねいただいたねブレスレットがね、パセのねファンがねパセにあげたブレスレットとお揃いだったんですよ。びっくりじゃない。パセが事務所でね、かわいいって言ってね、開けててね、待って、私そのブレスレット持ってるかも、ファンの方に誕生日でいただいたって言って、ってなって家帰ってみたらやっぱりそうでした。めっちゃ可愛い、これもいっぱいつけちゃいます。可愛すぎて、なんか可愛い結婚かなみたいな、ちょっとここに飾ってます。家のこの家のっていうかこの引き出しのあと、朝耳ちゃん大好き、朝耳ちゃん、朝耳、朝耳ちゃんのグッズあまりないので、ちょっとガチャガチャとかあれば本当にやりたいんですけど、あまり朝耳ちゃんのグッズがない。絶対もっと人気になってもいいはずなのに、本当に可愛い朝耳ちゃん。もう今日の一日が終わろうとしている。早い、早すぎるよ。ぬいぐるみありますか？ぬいぐるみとかあるんですけど、あのなんかあさみみちゃんの公式ホームページに行ったらあるんですけど、あれなんですよ、あのだいたい売り切れなんですよ、あさみみちゃん人気すぎて。マジで同じ人からのプレゼント、いや違います、全然違う方からのプレゼントだったんですけど、そうびっくりだよね、違う方からのプレゼントで一緒でした。
揃い見て、キューピーコーバゴールド、この前ね本当に体がやばかった時にくれました。パセが体が限界を迎えてた時に、まあでももう限界じゃない、限界終わったんであれなんですけど。そうだよみんなスペイベ待ってるよ、バレンタイン直前ぐらいのお菓子作りも大阪の撮影会もポスターもお待ちしてます。メロンパンさんじゃありがとう、スベイベおばちゃんありがとう、あざみちゃんそらやけど、なんでなんでよ、嫌よそんなこと、許さないわ、許さないんだからね。あさみちゃんの可愛さ全国に届け。お前まで使ってたやつもこれからも使わせてもらいます。引き出し、え、本当に引き出し大好きマンすぎて、引き出しマン、さっきからちょいちょいサロンパスやら暮らしてんなってくるの好き。え、めっちゃ暮らしてるよ。え、なんかもうめっちゃ暮らしてます。シナのソラハめっちゃ暮らしてます、めっちゃ暮らしてますとは。タカケイさん、カップセルレインボースターありがとう、ことよわしさんハートありがとう、クリスマス、ウィッシュはメリークリス、皆さん今年のクリスマスは、私たちと過ごしましょうね。23、24、まだ詳細が出てないからね何とも言えないんですけど、楽しみ、クリスマスコンサートブルーライブ広島、マジで楽しみです。25日、本当のクなんかイブイブとイブじゃないですか、クリスマス当時なんだろうな、なんもないんかな、平日やから、平日ゆうかちゃんからもらったやつ、え、何、昨日タワレコ行ったんだけど通常は2枚買ったらソラパスが出たよ、ぜひソラパス推しにとか言ってるけど、2人推しになったらなんでよ、ソラのこと好き、ソラのことだけになってよっていう激思う女です、最悪です。12月25、みんなお仕事大変、サロンパス、重たい女、重女です、どうも。やばい、机の上がめっちゃスッキリしてます、やばー嬉しい、いい感じ、マジでめっちゃいい感じ、いいよ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 、心当たりがある言われてます、ですよね、違うんよ、なんか、いや分かる、パセの魅力も分かるんやけど、もうパセにどんどんみんなが釣られとるんよ、ごめんね、魅力的な女じゃなくて、ソラが、パセがね魅力的、パセの方が魅力的すぎるのはわかる、抑えて、みんなみんな抑えるんだ、まあいいけどね、 STU にずっといてくれたら、 STU に推しを誰か作って STU にいてくれたらいいよ、1ミリは私見えるでしょ視界に絶対入ってくるでしょ嫌でも視界に何かしらで入ってくるけど、あーシナのソラハなんか可愛くなったなとか思ってもらえれば、
昨日とても楽しかったね。びっくりしてました。めちゃくちゃ近くでキョイ。めっちゃわかりやすかったです。あ、いっぱい立ってごめんなさい。ちょっと粘着クリーナーしまいたいから。うにゃー、やばい、よかった、粘着クリーナーもうストックが1個しかなかった。これは購入しててよかったです。鏡が割れたんですけど無事買いました。私はいつもダイソーさんのを使ってるんですけどね、無事買えました。これで公園の時とか安心です。これはなんかいいらしい、将来シワになりにくくなるよみたいなクリームです。ほんまにですかって感じなんですけど、なんか僕若い頃からケアは大事よみたいな言われてたので、言われたのでケア大事ということで、自分に安くていいものを探し求めてます。こういう袋は捨てません。ゴミ袋として代用します。みんなも捨てね。ポイしちゃダメよ。あ、でね、そのこの前ダブルクローゼットさんでアウターを買ったんですよ。じゃあね、7000円以上でノベルティついてきますがどれにしますかって言われてね、もう圧倒的色すぎるこれをいただきました。何が入るの何が入るの、私こんなに荷物ちっちゃい人じゃないです。エアポッツですよねこれ、絶対エアポッツケースぐらい。何が入るんですかこれ、これどうしたらいいんですか。モコモコでめっちゃ可愛いんですけど、スマホ、スマホの横幅、ここ、あ、落ちちゃった。これはどうしたらいいんですか。こうやって、ね、おしゃれな人はエアポッツを入れるんですかね。こういう感じで歩く、そっち、いや、ちっちゃすぎるよこれは、これはちっちゃすぎる。でもめっちゃ可愛い、なんかこうやってさ、こういう感じでちょっと持ってたら可愛くないですか。え、何入れたらいい、ほんまにカードとかしか持ち歩かない人のやつやろこれ絶対。ソラハにはほど遠い、ここまで入れれない。ポップコーン入れたらいい感じになるよ。おかしいやん、ピーナッツとポップコーンで似とる、一緒にいればいるほど似るのか。これ何入れよう、あ、さっきのいただいたチロルチョコとか、いただいたチロルチョコ、チロルチョコ配りおばさんになる。あげないんだから、誰にも、誰も欲しいとは言っていない、絶対あげないんだから、記念品だからあげないんだから、出たメンバーしかもらえない、貴重なやついただけないんです。なんとこれね、あのそのレッドゲームさんからのスタッフ一同って言ってね、一人一人これ手書きなんですよ。 ST48 シナのソラハさん、ゴーダーライブお疲れ様でしたみたいな、これからもよろしくお願いしますみたいな、めっちゃ可愛いんですよ。とストロベリーのチョコ、アマウオ&とちおとめ、ダメー、これもあーげない、これもあーげない、いやこの袋捨てれない、それがここだけ切り取るか、こういうの本当にもったいなくて捨てれないんですよ私。楽しみ、喋るのがノベルティ、これ何かしらに使います。忘れてた、これノベルティ出さないといけない。みんなに紹介し忘れてた、なんとですね、先日、まあみんなも届いたからあれなんですけれども、バンバガバーン、バン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 バガバーン、バババンバガバーン、バババン、
ベベ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 おみちさんのアザージャケットをいただきました。そらはちゃんお花だ、 Thank you みちょ。これはサインとサイン名宛名とサインしか書いちゃダメというダメっていうか宛名サインのみなんですよアザージャケットって。なんですけど私は Thank you って書いてます。しかもなんとみつさんちゃんとこのクリアファイルに入れて渡してくださいました。優しすぎる、嬉しすぎて私の一番身に近いところに置いてます。嬉しい、初見乱用です。これぞこれぞ初見乱用してます、許してください。ずるいぞ、ごめんなさい、一言ついちゃってました。あっ、うん、あとは皆さん聞いてください。今日はとあるものをデビューしました。とあるものをデビューしたんですよ。何だと思いますか。もう話がコロッコロコロッコロ変わる。とあるものデビュー、とあるものデビューしました。なんだと思いますか。ソロデビューなわけがなかろう。ソロデビューなわけがなかろう。コート、春カイロ、ビール、美顔器、こたつ。うわー、なんかどうしよう。ヒートテック、あ、ヒートテックは結構前にデビューしてるんですよね。サウナ、写真集、え、ちょっとうろちょろしすぎー。シナのソラハちゃんはちょっと思い立った時に行動しないとちょっと嫌なのでちょっと置いてきます。デビューしたものはちょっとお見せはできないんですけど、デビューしたものは待ってくださいね。本日シナノソラハがデビューしたものは、ドゥルルン、モバイルスイカ。モバイルスイカデビューしました。そう、見せれない。これはこれ見せれるの分かんないんだけど、モバイルスイカデビューしました。今までどうやって生きてた。え、パスピー広島のパスピーです。アストラムラインで買ったこのパスピー、パスピー、ハスピーなんですけど、なんでかっていうと、私今まで兵庫県にいる時にそのバスとか電車とかを使ったことがなくって、その家族で車もあったし、友達と遊ぶ時も遠くにいたりとかもなかったので、あの中学生の時にこっち引っ越してきて、それまで本当にね、兵庫県の時に友達とどっか行くとかでも、その毎回そんなに頻繁に電車とか使わないから、使うとしても切符を買ってたんですよね。そうで、なんか広島に来てこう電車、路面電車とか路面バスとか使うようになって、で何を買おうってなった時にパスピーを買ったんですよ。パスピーを買いまして、でパスピーはそう広島限定なので他のところでは使えないんですよ。なのでちょっとまああれだなと思ってたんですけど、でもまあ広島しかだしって思ってたんですけど、まあ、最近はやっぱりこうね、県外でも
行ったりとかねする時とかもあってね、で買いたい、買い替えたいなって思ってたんやけど、なんかいい感じの機会がなかったんですよ。で今日普通に広島駅からそのパスピー使って帰ってきて、でパセと今日お出かけ行ってたんですけど、そのパセとのお出かけの時にカバンを変えたんですよ。でカバンにその広島から帰ってくる時に使ってたカバンと違うカバンにして、その使ってたカバンの方にパスピーを入れたままで、でパセと遊びに行った時に、やばいパスピーがないってなって、だからパセがなんかカード携帯でできますよって言われて、なんかカード本体持ってなくてもできますよって言われて、スイカを入れました。イカ子とスイカ、イコカとスイカは何全然違うんですか？使えるところは一緒？そう、でも憧れだったんですよ。しかもこうやってピッてするの憧れだったんですよ。あ、発行してる場所が違う。イコカが JR、 あ、西日本、スイカは JR にしましょう。私めっちゃ西日本なんだけど。じゃあ私イコカにした方が良かったじゃん。超西日本なのに、もう生まれも育ちも西日本なのに。モバイルイコカってあるんですか？パセに教えてもらって、パセがスイカやったけんスイカしたんやけど、モバイルイコカもあった、もしかして。全国どっちでも使える？ついこの間できた。そうなん？まあいいや。でも憧れだったので、とりあえずパスピー、あと残高何個か残ってるので、それを使い切ったらもうこれからずっとイコカで、あ、スイカで行きたいと思います。なんで調べんかった？なんでかって、もう焦ってたんですよ。めっちゃ焦ってて、やばい忘れたで、しかもそんな現金持ってなかったから、300円とか400円とかあるけど、あんま現金ないから使いたくねえって思っとって、そうだけど、ね、広島市内ならパスピーがいいや。パスピーは割引があって、スイカはないけん。あ、わかった。じゃあもうパス、これからも私は広島でしか使わないので、じゃあ広島以外の時はスイカを使って、広島の時はじゃあパスピー使おう。徒歩限定、いや今日はね2時間ぐらいかけて、1時間かけてとあるとこ行って、そっから1時間歩いて行ったんですけど、帰りはさすがに歩けないってなって、帰りちょっと使っちゃいました。分かった、ありがとう。なるほどね、みんな教えてくれてありがとう。スイカデビューしました私。やっとこさスイカデビュー。チャージできなくなる。いつからですか？でも2025年とかだったよね。2025年までよね。靴は、いやブーツだったけどめちゃくちゃ歩きやすいブーツだったので全然大丈夫でした。コキンさん、だるまありがとう。ヨアさん、旗ありがとう。あと1ヶ月くらいで2024だよやめてよやめてよ、急に2年後になるやん。スイカ、
素で間違えました。かわいい、かわいい、ね、あと1年ちょい、うん、それまでは多分あのパスピーが廃止されるまでは多分 STU におると思うからまだ大丈夫、まだずっと使っとく。やっと家着いたなって、お疲れ様です。2025年はソラハと結婚できますように。うそやん、おもろ、まだアイドルさせてくれー、パスピー系アイドル。どんなアイドル、おもろ、パスピー系アイドルで頑張ります。どういうアイドルしたらいい、何パスピー宣伝しまくりみたいな。しかしながらモバイル1個買ってアンドロイド限定、え、そうなの、イコか、みんなほら聞いて、みんなあるイコがあるよって言ったけど、アンドロイド限定だったんだって。ソラは iPhone なのでできないやん、根本的に。よかった、なんかちょっとイコかの方、西日本に住んどってるし、あのイコかの方が良かったと思ったけど、アンドロイド、え、最近 iPhone でも使えなかった、もうやめてよ、いいやと思ったのに、もうどっちなんだよ。どっちなんだよ、 iPhone でも使えるんかい。iPhone でも使えるんかい、なんなんだよ。なんやねん、夏から連れなってたんだ、全然だよ、ソラハがちゃんと見てないけんだよ、ごめんね。東京なんでやねん。全然だよ、そんな東京めちゃくちゃ行くもんじゃないし。こんばんは、そっか、そうだったのか。iPhone でも使えた、大丈夫だよ、そんなみんな謝らないでよ。やば、もう10時やん、早っ、作業しながら、作業しながら入った、歌いたい、歌いたいとか言ってる、明日もみんな仕事だっちゅうのに。でも今日ね、なんか漏れてるんですよ、漏れてるからね、無駄、漏れてるからねとか言って、漏れてるから配信ちょっと長めにしたい気持ちもある。歌を、え、ねえ、スキーさんの歌歌いたいよね、声出していこうぜ、声出していこうぜ、トン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 、このネックレスかわいい、パセとお揃いです、シルバーでパセとお揃いです。でも新しいネックレス買いたいねって言ってて、なんでかっていうと、お互いが例えばソラハがプレゼントしたやつはパちゃんがあのパチーンってなるし、パちゃんからもらったやつはソラハがパチーンってなるし、でもうお互いがお揃いで持ってるのこれだけなんですよ。本当は3個あったはずなのに、3個じゃないな、2個あったはずなのに、そういう件、新しいの買いたいねって。これからさ、なこうやってニットの上にこうやってネックレスつけたらさ、映えて可愛いからさねって話してるんですけど、ちょっと歌いたい、11時までには終わるよ。え、待って、イヤホンちゃん、ドゥドゥンドゥンドゥルン、ドゥドゥンドゥンドゥルン、名前は読まないでください、さん、10周年クマカプセル、ありがとうございます。ちょっとでかい紙袋が私の家を占領してるので、ちょっとこれだけしまわせてください。
ありすぎる。あれ自分の歌割り以外めっちゃ難しそうすぎて、ソラハの 歌割りはすごいね、あのゆったりとしててまだ歌いやすいんですけど、自分の歌割り以外のところめちゃくちゃ難しいんですよね。iPhone 50 Pro になります。画質変わるかな。画質変わりましたか。 iPhone 50 Pro にしました。そう、店長のところなの、ソラハパート。 SKE さんの曲、その前に私はこれを歌いたい。これを歌いたいよ。シナノは差し込む光に色があるように、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ。僕たちの無意識は一体何？いいのは愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合っていくように、愛は二人だけの特別な色さ。ある日突然見えてくるんだ、君と僕の同系色。意識しなくたって I love you。 ありがとうございます。リフト、巣ごもりの影様さん、ジュー、たすきさん、音符、イキャスさん、ペンネイト、たすきさん、たくやさん、ペンネイト、音符、斉藤さん、ペンナイト、ありがとうございます。あ、カズさん結婚してありがとう。読めてなかった、ありがとうございます。できませんが、かまちゃんさん、レインボースター、ありがとうございます。これね、そうなんですよ。そう、イントロもね、移動だったから踊れなかったのめっちゃ悔しい。みんなでめっちゃ練習したのに。ようさん、おっぱいありがとうございます。そう、感想もね、短めだったから。見過ごしたときめきよ、僕、ありがとう。目が合った瞬間引き込まれてくように、なぜか懐かしく
くてほっとしてしまう。二人ずっと見えなかったよ、そこに愛があったなんて叫び続けてた兄移動になっちゃった。マクニャさんパチパチ、ウボギュンさんギュンさんハート、エステウサギちゃんさん音符、マクニャさんミラーボールたくさんありがとう。初めんでない時ね、チャン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 チャラランチャ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 ン、違うチャンチャン、やだっけ、もうすぐ移動だったっけね、チャン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 チャランチャ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 ン、ん？セブエイワン、タンタンタンタタン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 タラララタラララン、タンタンタンタタン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 タタンタンタタン、みんなで覚えたんですよ。めっちゃね。セブエイワン、ん？セブエイセブエイワン。タンタンタンタタン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 タタラタラタン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 タタンタンタン、いただきますいただきますって覚えた。イントロが移動になっちゃったからね、踊れなかったんですけど、振り込みできます。すごっ、すごい。そう、無意識の色はほんまにできてめっちゃ嬉しかった。セットリストに入っとって、しかもそのやっぱ他の曲とかがもう分かると思うんですけど、結構もう1位2位3位5位ルルルルって感じで順位順だったんですよ。なんですけど、これはそのリクエストにもか、あのアンケートにも書いてたってこともあって、5番ってかな、大場さん、え、大場さんポジだった気がする、確かね、だった。嬉しい、めっちゃ嬉しかった。前の方のポジションで、うん、大場さんポジ、嬉しかったです、めっちゃ。しかもね、振り入れ動画めっちゃ綺麗で、マジで嬉しかったです。これが何よりも嬉しかった、めっちゃ。もう本当に、え、なんか SKE さんの普通に合同ライブとかの前からもずっと言ってたじゃないですか、あの SKE さんの無意識の色がめっちゃ好きなので、いつか踊りたいですみたいな、 STU で踊りたいですって言ってたので、その今回入っててほんまに嬉しかった。やっとできた。夢が叶った、マジで嬉しかった。で、南さんもリクエストされてたそうで、多分入った、より入ったんだと思う。そう、本当に嬉しかった。もう何年越しぐらい、え、だって無意識の色が発売されたぐらいからずっと好きだったので、めっちゃ嬉しい。トゥーさん、だるま、まこにゃんさん、パチパチありがとうございます。ありがとう。
君は何を後悔するのか、まだ入ってないのか。いつ入るんだろうこういうのって。1週間後とか。でも明日で1週間だよね。いつ入るんだろう君は。入ったら初日から、初日からやっても初日歌を。ちょっと歌おう。歌いたいね。後悔、いやないよ、後悔入ってないよ。君は何を。でも後悔って2個あるじゃないですか。7枚目シングルのカップリング、後悔なんかあるわけない。あれをずっと確かね、後悔って言ってたんですよ。君は何を後悔するのかって何て言うんやろ。君何なんて、なんて略してるんだろう、ファンの方の中で。君は何を後悔するのかなのかな、もうそれが後悔なのかな。後悔って2個あるから、なんて略すんだろうこれから。 STU もだけど、誰好きとか、花誰とか、君は何を後悔するのか、君は何をこう、君何こう。でも後悔の大事だよね。君こう、それも気になるよね。そういうなんか略詞の自然淘汰主義も、自然淘汰主義がなくなっちゃったけど、略される時自然淘汰、逆に主義って言われる時もあるし、あ、君みたいな君は何を後悔するのか、君とか最初と最後君か、違う曲になってそう。あえてのするのかすごいあえてやね。あえてのきなこ、絶対に違うねあ、クイ、あーなるほどね、クイ、確かにクイって読むもんね。君何かな、君何、気になる。君何、メンバーの略し方も全くない。嘘、何だ、何がある、他、みんなが略して言ってる曲ありますか。何がある。ありがとうございます。パフェットさん、バフェットさんだ、白クマありがとう。何がある、略し、暗闇、ペダル、ペダルはペダル、ペダル、風待ち、あ、でも風待ち言ってる人もいる。でも風を待つってみんな結構言ってるから、メンバー風を待つ、次風を待つみたいな。夢二、夢二も、夢二言う言う言う。ガラス瓶、ガラス瓶言うんだけど、この前誰だったっけな、スタッフさん、なんかダンスの先生かな、なんか分からんけど、誰かがガラス瓶、私たちもガラス瓶って言ってるのに夢ガラスって言われて、みたいな。夢ガラス、私も結構ガラス瓶、ガラス瓶民だったので、夢ガラスって言われて、夢ガラス、ってなった。初めガラス瓶、暗闇は暗闇だよ。花だれ、花だれも花だれ。夢ガラス略す方いるんだなと思って、ガラス瓶になったけん、ちょっと夢ガラスもある。誰かが言ってたんだよね。誰だったっけな、誰が言ってたっけ、夢ガラス、ガラス瓶、メンバーもガラス瓶、こんばんは。自然淘汰ソラハ、いえそれ絶対あれよ、もうね、ファンの方だけだよ。ソラの穴だれ、エイ
さん10ありがとう。誰好き、あ、誰好き、誰ががいつか好きだと言ってくれるの、誰好き、他が思いよく、ああー、でも思い出してよかったわ、思い出してよかったかもしれない。メンバーもあんま思いよか、あの略してるの聞いたことないかも。思い出せてよかった。あ、おもこい、おもこいはおもこいですね。おもこい、私たちもおもこいで言ってるかも。なぎ、なぎいちもなぎいちや。そら自然、そら自然淘汰で、そら自然言われないです。自然淘汰か、あの主義です。どっちか、どっちかのことが多いです。息をする心は息ここ、息ここです。息ここ、息を、でもみんなも息ここじゃない、違うんかな。息ここ、人間関係、あー、待って、僕はこの海を眺めてる、でも、誰かが人間関係だった気がする。人間関係、誰かがだった気がする。僕海とかだった気がする。僕はこの海を眺めてる、僕海、でも誰か人間関係、船折り、船折り、船折り、生き心、生きここ、生きここ、生きここ、息をする心、生きここ、生きここだったな。生き心なのかな、いや分からん。生きここ行こうみたいな感じで、生きここの位置行こうって感じ。でも息をする心って言ってるかもしれない。生きここ、そらここ、瀬戸内の声、国歌、確かに、確かにファンの方が国歌って言ってるのを聞いて、メンバー内もなんか国歌国歌国歌って言ったりとかしとるけど、でも瀬戸内の声は瀬戸内の声かも。瀬戸声、瀬戸声、瀬戸内の声、国家なのかな、メンバーも。エガちゃん、笑顔のチャンス、エガちゃんって言ってます。エガちゃん言ってる、エガちゃん、エガちゃん、へえ。エガちゃん、2曲目歌わないまま5分経過する。嘘、めっちゃ喋ってた。なんでこの話になったんやろ、なんで略詞になったんやろ。あ、君は何を後悔するのかで何になるんやろって話してたね。ヤオさん10ありがとう。僕たちはシンドバッドはシンドバッド、僕シンとかじゃないね、僕たちはシンドバッドだはシンドバッド、僕たちは、僕たちはシンドバッドで踊ってたんですよね、昔の陸上公園。シンドバッドは立ち向かえば波の彼方、綱を解け、何だっけ、トゥルルルルルル、瀬戸芋、瀬戸内の妹、瀬戸内の妹かな。岩さんハートありがとう。神様、あれですよね、神様も呆れるくらいですよね、神様も呆れるくらいに、ふふう、神様です。神様って、その5人っていうか、そのショールーム選抜の5人様が言ってたので、神様になった。ヤオさんハートありがとう。エガちゃん、いや、エガちゃんが、エガちゃん、エガちゃん、なんか違う、あのイントネーションや、エガ、
エガちゃん、エガちゃん。牧神、あ、シンドバッドだ。シンドバッド、シンドバッドメンバーとかって言われてました。片思いの入り口。片思いの入り口。片思い。あ、片思いかも。片思い。片思い。悲しい。片思いメンバー。そんな悲しくなっちゃう。片思いかな。片思い。神明、いや神様も呆れるくらいは神様って言われてます。なんか言ってたけど、神様、神様がいいかなんか言ってた気がする。神様、こんばんは。あれやねんな、違うんよね。菜の花は菜の花です。やがて菜の花が咲く頃、菜の花、私たちも菜の花です。声出していこうぜそうよね、歌おうって言ってたのにさ。でもね、みんなめっちゃさ温かい目で見てて、あの他の私の歌割りのところはめっちゃね、まあ、めっちゃ可愛いんやけど、他のところがもうめちゃくちゃ早口言葉なんですよ。だからあのめっちゃあかりんさんとかさやかりんとかもうめっちゃね歌うのね、やばいってなってたから、ちょっとそらはも初めて歌うから、そこの歌割り聞いてたけど、うわ大変そうすぎるって思ってたけど、聞いてただけだったので、歌うのは初、声出して歌うのは初なので、ちょっとよろしくお願いします。あの自分の歌割りびっくりするぐらい安定してると思います。よろしくお願いします頑張ろう。あ、叶えたいからめっちゃ大声で叫ぶんだ。いや、チームいい。いくよ。女の子はおしとやかがいいとか待ち時代錯誤。わい、声出していこうぜ、声出していこうぜ。念のためもじもじしてみるとかな、それ。声出していこうぜ、声出していこうぜ。あの頃がよかったと誰かは言うけれど、私はね、いつでも今日が最高だもん。新しいこと大好きなの。可能性ゼロでもやったきゃわかんないでしょ。声出していこうぜ、声出していこうぜ。向こうを見ずな未来設計、バラバレるような夢とか、もう胸にしまわなぎ。バン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 、声出していこうぜ。人生は一度だ。言いたいこと言えないまま生きるとか嫌じゃん。声出していこうぜ、叶えたいから。めっちゃ大声で叫ぶんだ。いや、チームいい。マジでやばい。絶対他のメンバーさん歌うの大変そうだった。え、でも私さやかりんの歌われのところはめっちゃさやかりんが練習しとったけ、聞いてました。これ2番全然違うんですよ、曲調。なんか振り入れの振り振りが2番まであったから2番見たんですけど、全然曲調が違うんですよ。すごいよね、めっちゃかっこいい。ダレルンさん、ジュー、タクヤさん、音符ありがとうございます。感想後から歌いますよ。サパカファさんがソロで歌ったところからだったらめっちゃ歌声が素敵やった。びっくりした、素敵すぎて。何でもできるやん。え、感想の振り大好き。
ば強くなれたんだよ。声出していこうぜ、叶えたいから、めっちゃ大声で叫ぶんで、昨日より今日がいい、先もいい、家賃もいい。1,2,3,4。自分の歌わりがこの転調してる B メロで良かったなってめっちゃ思いました。ほんまに他のエマーさんが大変そうやった。もうわわとかもうめちゃくちゃ早口で、もうね、でもあかりんさんが一番ノリノリで歌ってました。めっちゃ可愛かった。もうソラハは向こうは水な未来設計。笑われるような夢とかもう胸にしまわない。 OK、 もうめちゃくちゃもう超ノリノリで、まいちゃんと一緒によかったね、じゃあ落ち着いて歌えるねって話したんですけど、マジでやばいよね、すごかった。空はめっちゃ安定してた。名古屋、なんかココアさんだったっけな、なんか名古屋でお仕事があったかなんかの時に、確か SKE さんの見学行ってて、帰ってきて時のなんかの公演かなんかの、なんかのなんかのって言った、なんかレッスンかなんかで、ほんまに SKE のみんな見た方がいいみたいな、なんか言ってくださって、なんか確かに SKE さんといえばそのダンスが揃ってるとかっていうイメージがすごいあったんですけど、それを聞いていきたいなって思ってたので、今回一緒にさせていただいてね、より気になった。しかもね、その声出していこうぜ公演ですよね、今確か新しい、今やられてる公演が、行ってみたいんですよ。シンプルに他のグループさんとかってあんまないからね、やっぱそういう関わりが一度あると行きやすい、行こうってなる。行きたい。汗バッチバチに飛んでくる。最善ってこと？あれもこれもそれもノー。なんちゃらこんちゃらこんちゃらノー。ノーさん。Yes yes 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 yes。STU でもやりたいな。マイカーでやりたい。めっちゃ盛り。盛り上がりそう。すごい。すごいね。でもなんか SK さんのところ劇場じゃないわ、レッスン場でレッスン合わせさせていただいた時に、いっぱいセットリスト、その声出していこうぜ公演のセットリストが後ろに飾られてて、ふわーってなった。3列目飛んでくる、すごい。 SKE さんもうそんなもうダメ、もう全然踊れなさすぎてついていけないです。踊れるぐらいになりたいけどね。でもすごかったです。もうなんかすごい綺麗でした。振りが。なんか STU の曲ペダルとかもやってくださったんですけど、なんか全然違って、やっぱ他にグループによって踊りの特色っていうんかな、違うじゃないですか。なんかペダルとか夢力も STU でやってたらあれだけど、SKE さんと STU やっぱなんか踊りの感じが違くって。なんか多分めっちゃ遠くから見てても顔が誰とか分かんない状態でもマジで、あ SKE のメンバーが踊ってるとか
椅子のメンバーが踊ってるって分かったと思うぐらい、なんか特色があった、ん、特色っていうのかな、色がありました。 STU と SKE のさ、バラバラのそれぞれの。 STU の良さも再確認したい。嬉しい、そうやって言ってくださってありがとうございます。ね、TBS チャンネル本番楽しみ、本当に楽しみです。でも私パーレオーバーエメラルドできたの嬉しかったです。私全国ツアー SKE さんのね、名古屋 SKE、 全国ツアーで名古屋に行ったメンバーは、名古屋でパフォーマンスしたメンバーはパレオーエメラルド踊ってたので、フリーレの時も大丈夫だったんですけど、私とさやかりんかなは初めてだったので、もうあたふたあたふたでした。そう、オーバーチュアはミックスでした。すごかったよ。SKESTU みたいな感じでした。昨日初めてパフォーマンスを見れました。推しと仲良くしてくれて嬉しい。誰だろう、推し。ありがとうございます。楽しかったです。めちゃくちゃ本当に幸せでした。初訪問ありがとうございます。 ST48 テラフト3期生の篠野空葉です。20歳の兵庫県出身です。ありがとう。もう今日はめっちゃ暑かった。そう、あとね、 SKE さんのあの最後のありがとうございましたっていうのが、あのあれだった、なんかSTU はそれでは最後の挨拶をしましょう、手つないでせーのってメンバーが言って、その一人の方がありがとうございましたって言ったら、メンバー他の人がありがとうございましたって言うんですけど、 SKE さんは違くって、せーのみたいな、そう、はいってやつ、そうそうなんですよ、びっくり、せーの、はい。だけそう、あの STU ので最後行ったんですけど、昨日多分 SKE の SKE さんのファンの方が戸惑ってて、はい、せーの、はい、せーの、はい、そう、事前にね言ってたらあれだったんですけど、全然言えてなかったから、そう、戸惑いがあったと思うんですが、はい戸惑いましたよね。そう、でもそういうところもグループさんによって違うので、楽しかった、そりゃそれで楽しかったよかった。でもメンバーではそのひなさんが最後挨拶するので、 STU のやつで行きましょうってなってました、ね、他のグループさんとまたねこうやってできるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。それではもう23時になるので配信を終わります。壇上読みます。13位アスパラさん、12位サイダーさん、11位スーさん、10位ヨイさん、9位ワオさん、8位ヒロさん、7位カマちゃんさん、6位 BKB さん、ウイトシキさん、4位タカさん、3位マコニャンさん、2位イキャースさん、そして1位はスゴモリの神様さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。また明日は夜かな、明日も夜か配信すると思いますので見に来てくださると嬉しいです。本日はですね、朝昼晩でSK48 さんと特に仲良くさせていただいた3名様との写真をツーショット載せましたので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。ソロの写真もまた明日から載せていきます。皆さんも早く寝ていっぱい体の疲れを取ってください。では
ありがとうございました。バイチャラポー。またね。おやすみちゅー。